市では見られないクロースの姿がこちら。レアルマドリードの選手としての最後の試合となるチャンピオンズリーグ決勝の前日練習後にクロースはアンチェロッティ監督が見守る中、モドリッチと二人きりでシュート練習を行った。決勝前に泣かせるんじゃねえよクロース、モドリッチコンビに優秀の美を。二人きりというのが泣ける。マドリーで10年近くコンビを形成した伝説のラストダンス。モドリッチスタメンでどうでしょうか？最近クロースとの交代が多いから。アンチェロッティもまさか今季で退団のフラグじゃないよね。なおモドリッチはクロースの引退に関して僕たちの人生のクラブでの黄金時代を忘れることなど決してない。すべてを達成したけど、まだ一つ残っている。寂しくなるよ、ともよとコメントしている。最後に優勝して二人でトロフィー掲げるところ見たら絶対泣くわ。前半で勝負を決めて後半はモドリッチ、クロースコンビのプレイを楽しみましょう。アンチェロッティがしっかり見守ってるの泣けるわ、息子同然なんだろうな。CL 決勝で優勝して、ユーロの決勝で最後のガチンコ勝負まで俺は見えてる。最後に優秀の美を。